おい、なんすか。おい、なんかそれ。なんだこれだ。調子いいやそれ。ん？調子いいやそれ。調子じゃないの？なんか一生懸命やってるけど何やってるか。プロセカかな？ロビンボール。動けないってことはプロセカですね。はい、今から病院行きます。なんだったらいいや。聞いた。うん、パパからなんかね、夏休みに入ってあやさんが顎が痛いって言ってるので今から口腔外科行ってきます。あやはやチャンネル。考えられる要因はありますか？わかんないです。硬いもの食べたとかさ。覚えてないです。はい、ということで行ってきたいと思います。うん、まだバラのどうぞと。はい、だらららら、だーだ。はい、じゃあ行ってきます。はい、何言われたか教えてよ。え、私なの？多分別々だから診察。くそー、覚えてなかったね。あの、私じゃ説明できないんでママとこ説明しに行ってくださいって言っといてください。わかった？私説明できないんでママのとこ説明しに。だからママ、私からママに言うのが難しいので。いや無理よそれ。理由分からないで対処方法分からんと分かんないでさ。この間俺でも、あんた何一人で言えるねなんて。それダメダメやって。それお医者さん怠慢やって。ちゃんと言ってくださいね。いや無理よ。よほど重大やったら親と来るかもしれんけどさ。自分で説明できればいいよママに。分からへんって。それしっかり聞いてください。そうだよ。だから顎関節症みたいなのじゃないの？なんか筋肉が、うん、あの成長に伴っていったやつ？わからん。なんなん？すいません。何ってさなくて、はい、開けた時とかに左のこの辺のね、うん、でここは顎の関節ってここなんですよ。で、ちょっと違うんですけど、うん、一応筋肉胸鎖乳突筋っていう、この鎖骨から上にビリッと伸びてきてここまでつく結構大きい筋肉がある。でちょっとそこがやっぱり張ってるのと押した時に痛いっていうことで、口開けたりとかそういうのは一応問題ないんですけど、これ全部つながってるのでやっぱり影響としては出やすいんです。うん、ただまあ毎日ちょっとここの辺をマッサージしてもらって、で口が開かなくなっちゃうとかもう痛みがすごいとか、うん、そういう時はやっぱり薬を使ったりするんですけど、うん、まだその段階ではないかなと思いますので、温度計はとりあえずは。原因って何か。原因は、結構わからないことが多くてで、若い子ですね、中学生とかはこう起きやすいんです。起きやすい。そうで、それこそもうすごい歯ぎしりをするとか、生活習慣ですよね、頬杖作ったりとか、あとはガムすごい噛むとか、ガムグミ噛むとか。グミないな。姿勢やなんて誰も言った。じゃあ姿勢から、あのうつ伏せでこう夏休みに入ってからずっとゲームやったりとか。多分それかもしれない。分かるんですけども、正直それを証明できないので。ちょっと気にしてもらって、はい、でひどくなるようだったらまたすぐ言ってもらってっていうふうにしましょうか。はい、現状今のところそんなにすごく気にしなくてもいいかなと思うんですけど。はい、分かりました、はい、とてもないことにはなってないと思うので、はい、またお願いします。はい、ありがとうございます。はい、帰ってきました。もう早速食べてるんですけど、で結局何だったの？今日なんとか銀のコリ。庄司様も言ってたんだよね。顎の関節がおかしいかもしれませんねみたいな感じの話をしてたから口腔外科行ったんだよね。なんだけど結果としては胸鎖乳突筋、顎とは全然違う場所が痛いって。顎だったらこの耳のここ、そう、そこら辺が痛くなるはずなんだけど、あやさんは耳の下だから多分違います。で、原因を聞いたらよくわからないと。で、例に挙げられたのはガム噛んでませんかとか、グミを結構噛んでませんかとか、あとうつ伏せで、こう、顎杖ついてませんかって言って、それですねって言って、もう多分動画にハシハシ映ってると思うんですけど、あやさんうつ伏せなんですよね、ほとんど。で顎ついてるんですよね。それが原因じゃないかと。
まあでもそれが確かではないんだけど、それが一つの原因に考えられますって言われました。で、何したらあかんって言われたの？悪意するなって言われた。で、今はその薬とかの治療なくてマッサージしてくださいって言われたね、あやさん。うん。ここ。そこ。治療何やったの？え、筋肉痛。あやさんどんだけ食べるつもり？それパパの。あ、置いたくてもアイドル食べる。はい、あやさんが急遽特殊なペンがいるってことでお店行きます。大変なもんね、特殊なペンがいるなんて。何のペンがいるの？コピック。番号は RV21 です。そう、23は売っとったんやで。だけど21は売ってないので買いに行きます。あれ、地元で売ってないの？何色なの？ピンク。ピンクでもさ、20種類ぐらいあるやん。ということで、隣の隣の町まで貸し出されます。え、隣の隣の隣じゃねえの？はい、あっという間に空になりました。あの子、自分でジュース頼んどいてね。変わらない住人じゃん。記憶とともに消化されるアイスクリーム。超これだ。あ、21はやな。21やお。あるこれじゃない？23。これが21と見た。お、待った。一本ずつ作っとって、うん、で、あの、置いてなかったよ、作り置きが。あ、で、注文したらバーナーで炙っとった。安いよね、でも30円だし。ただ注文しづらいよな。聞くの忘れた。ただし1本ずつでもいいですかって。5キロは聞いてんて。1本ずつでも注文できますかって。お味はどうですか？はい、帰りましょう。はい、普段ならこの時間タマさんもお家にいるんですけど、今日はなんといません。お兄ちゃんお姉ちゃんはゲーム静かにできるでしょうなんですけど、カノさん今週末に保育園で夏祭りがあるんですよね。で、夏祭りでなんか演劇か何かをの発表会があるみたいで、その練習で夕方4時から6時まで来てくださいってことで行ってます。ただね、おやつ食べてもう4時から6時って子供大変じゃないですか。6時って帰ってきたらもうあやはやけ、すでにみんなお風呂入ってる時間帯だし、すぐご飯の時間帯でね、多分ね、お昼寝もしてないと思うんですよね。さあ、かのさんは機嫌よく帰ってきてくれるのでしょうか。はい、おかえりなさい。はい、はい、明日の準備してお風呂入りましょう。ツナマヨか。ツナマヨいいんやろ。うん、はい、兄ちゃんたちにただいまって。はい、今の時間は6時過ぎです。